ヤッホーヤッホー、ちょっと待って、どうやって始めてたんだっけ。わかりました。皆さんこんにちは。本日はスキンケアの紹介をしていきたいと思います。ちょっと前髪とかも本当にびっくりっていう感じなんですけど、早速やっていきます。お肌の質問をすごいよくいただくんですよ。ランニングとかそのトレーニングとかをしているとすごい酸化しやすかったりとか、まあ私26なので年齢的にも20代後半の方たちは結構お肌のお悩みが出てくる時だと思っていて、そういう方たちから質問をいただくので、その質問をいただくことに基づいた商品紹介をしていきます。はい。で、今2月なんですね。2月末なんですけど、1月、まあ、今年買ってよかったものみたいな感じで紹介していきます。まず1つ目じゃん。ラゴム。なんて読むかわかんないけど、これはジェルの洗顔です。で、これはどういう時に使うかっていうと、朝起きた時の洗顔。ジェルになっていて、こういう感じ。なので、夜のメイク落とす時の洗顔ではなく、朝の寝起きの顔を洗う洗顔。こういう感じ。本当にジェルなんですよね。で、これを水で流すとすごいお肌がもっちもちになるんですよ。もうね、こうやってやっただけでもわかるっていう感じで、朝のさ、これウォータークレンザーって言って、なんかジェルが溶けて水になるみたいな感じなんだけど、朝で洗顔あんまりしないんだよね私。そうするとさ、水でこうやってバシャバシャやって冷たいから、冬とか特にすごい雑にしちゃったりとか、なんかさ、この辺にさ涙がさ溜まっている時とかすごい擦っちゃったりして、それが肌にすごく悪影響を与えているなぁと思うことがよくあって、この服こうなるのすごい嫌。でもこの服は素晴らしい、ありがとうございます。で、なのでこのジェルで柔らかくこうお肌を撫でる感じで洗顔ができるというので、これはめちゃくちゃいいです。そしてジェルだけど全然冷たくないので、肌の温度にすぐ溶けていくから、すごい朝の顔を洗う苦痛がなくなりました。次、これにしよう。原液 UV プロテクター。この原液シリーズは私は結構使っていて、なんかパッケージにお金をかけられているものってあんまりなんか嫌なのよ、特にスキンケア。コスメは見た目が可愛くて買うこともあるんだけど、スキンケアはできるだけシンプルで、なんか内容にお金がかかっているんだなと思いたくて、でいうとこれは超最高で、このシリーズはめちゃくちゃ持ってるんだけど、その中でもこの日焼け止め美容液っていうのがめちゃくちゃいいんですよ。フラーレン5対フラーレン、ビタミン C 誘導体、セラミドが5対3対2で入っています。ベタつかず潤い、軽やかなつけ心地、ウォータープルーフ、石鹸で落とせる、もうまさにって感じで、これ化粧下地にもなるし美容液でもあるし、なんか、日焼け止めのこってり感がないので、なんかさ、だいたいさベースとかファンデーションにもその UV って入ってるじゃないですか。だから日焼け止めががっつり入ってる下地とか美容液とかをつけると、もうベトベトになるんだけど、これがすごくちょうどよくて超おすすめです。次、薬用美白美容液、キールズ DS クリアリーブライトエッセンス。これも超いいです。まあ、キールズは本当に皆さんもう言わずもがなっていう感じで知っていると思うんですけれども、とろーりなんですね、これが。で、私乾燥肌なのでこってりすぎるのが吸収しづらいけど、水っぽすぎると全然乾燥が防げてないっていう状況なんだけど、このしっとり感、ツヤ感がすごく良くて、これを塗ってからメイクすると、こう、なんていうの、なんか、ベタベタ、なんていうんだな、マットになりすぎないっていう感じ。これおすすめです。次。ラカのリップオイル。これは今つけたいので、あえて今何もつけてね、口紅じゃなくて、口紅か、普通の色付きのリップを塗っただけの状態なんだけど、で、すごくね、なんていうの、グロスほどベタベタしないので、こうグロスってさ、本当にこうやって塗った瞬間ベタってなって、下の色がこう結構こっちにつくって感じじゃん。で、これも今見た感じすごくついているんだけれども、なんていうんですか、わかります、このトロトロなのに馴染む、超おすすめこれ。次、
じゃん、バームのボディ用乳液、乳液、そうボディクリームを私めちゃくちゃ使うんですよ。なんといっても乾燥肌、そして健康な体とあのパフォーマンス向上のためにはどんな時もマッサージケアが必要なので、めちゃくちゃ消費率が高いんですね私。その中でもクリームじゃなくて乳液だからすごい伸びる、そしてなんかベタベタ感がそんなにないのと、ちょっとウッディな大人っぽい香りがすごいタイプっていう感じで、これめっちゃ使ってます、おすすめで。このね、あのこれがね細いっていうのもいいんですよね。こうさ置いといても可愛いし、なんかこのようにしたら本当にもうほぼないみたいな薄さ、これがおすすめです。最後、今話題の韓国の歯磨き粉ホワイトニングマックス、これは段階があって、これが一番歯が黄色い人用っていう感じで、なんかこれ友達からもらったので私歯が黄色かったんかなみたいな感じなんだけど、これが一番ホワイトニング効果が高い。こっから 2,3,4 結果的に4段階あって、これがナンバーワンの強さで、一番この色がどんどんね、このブラウンがどんどん薄くなっていってベージュになっていく感じなんだけど、一番薄いやつは歯にいい低刺激のやつなので、それをちょっと使ってみて、今これしか持ってないんだけど、使ってみてなんか歯の調子を見て、使い回せたら最高かもと思いました。でこれは何がいいかっていうと、本当に私コーヒーとかめっちゃ飲むので、なんかねホワイトニングにあんまり行かなかったりとか、ホワイトニングシールとかつけないとなんか気になる時があるの自分の中で。だけどこれを使ってから本当にあんまり気にならないから、これは使っていきたいなと思います。多分あの韓国のあれとはいえすごい人気なので、いろんなサイトで購入できると思います。はい、ということでですね、終わり。あの本当に YouTube と TikTok をサボりすぎているっていうような、そういう状況なので、一生懸命頑張りたいと思います。でいつももう編集をしようと思うと、もうどん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 こだわっていって、もう結果出せないっていう状況になってしまうので、本当にこだわらずに動画をアップしていこうと思います。でこうやってベラベラ喋ってると、もう何を言ってるんだろうと思って、もうカットしようと思うんですよ。で3分とかになって、えこれって載せる意味あるみたいになるから、もうあえて喋らない。今すごい喋ってるから、もうここで終わります。ありがとうございました。グッバイ。